しょ。ありがとうございます。ジェームスコンさん、こんばんは。ヒコと申します。はい。ね、これを、この画面ミラーってか、まあ、タイトルにあるよね。うん。はい、牧場物語。シガハマラとみんなの願い。よし、当てた。ね、半年ぶりに実況するね。何してんのか俺よく覚えてるんだね。どんぐらい、どんなことやってんの ?1000 円俺の財布より少ないじゃんかね。いや、俺の財布と同じくらいか、今。あれ、マウスの電池低下だ。まあいいや。なんだっけ?うわ、やべ、コントロールがわかんない。よいしょ。ちょっと落ち着いちゃう。何してんだっけ今。しまう。これで入れ替えるんだよね、こういうのって。あ、分かった、間違えてなくて。何だこれ、ちょっと待ってね。一瞬ね、前の僕のデータかなって思っちゃっただけ。違うね。今んとこカルシウム、こっちはいらんかな。あら、こっちは食べてしまおう。で、これをまとめて持てるんだよね。なんだっけ、お花だよね。お花を入れたのか。何これ、ないんだ。そうだな、ミルクはもっともね、高いのがたくさんいるな。なんだこれは。粘る。たくさん魚がいるから、こっちの方と入れ替えようか。先に取っとかないと俺忘れるからね。で、これに関しちゃ、あれか、じょうろで水をやるのか。水をまく。あー、こんなんだったな。もう自分が何してんのかよく覚えてね。ちなみに、何の時行ったんだっけ。あれ言ったっけ、てか言った動画を出したかな。再生回数10超えたらとりあえず朝らしい動画を出そうかなっていう方針で言っています今。なのでまあね、とりあえず再生回数10を目指していきます。あ、そうだ、ミルクを出した量あれか、牧場もバイトしたんだっけ。そしたらミルクはあげるぜみたいなこと言われてもらったんだよね。へへい。そうかそうか。だって名前純子だよねこれね。名前ごと？何だ。ちなみに僕は2年目までしたはずです。どうしたん？あ、そうだ、お前に餌やんねといけないんだ。あ、さっきの捨てるはずの餌を置いとけばよかった。だからこんな感じで持つじゃん。でこれを入れるのさ。そしたら餌になる。こういうのは覚えてた。どうしようかな。8時でしょう。なんか店10時からか。やべえ、トイレ行きて。ちょっと待ってね。いや、トイレも行かんけど、今自分の再生の時間か、どんぐらい行ったかなと思って。確かこれで入っていた。ああ4分か、全然じゃん。あ、あと
一回だけコメントじゃねえや、あのメールあの方に来たんですけど、あのこのゲームじゃねえや、この動画の撮り方は、多分ねツイッターの方にも上げてると思うんですが、あのやり方をね、あの撮り方は、線をつないで PSP とで、それを、Mac 専用の変換の、Easy Capture っていうソフトがあるんですが、それに接続して動画を撮るっていう、方式で、あの、Mac だと、自分で、あの、画面を指定して、動画撮れるんですよ。あの、ですので、それを使って、マイクを買って、マイクで、そうだ、この動画を撮ったもう一個の理由はマイクが壊れたからっていうのがあるんですよ。うん。で、マイクを接続して、で、ラジオキャプチャーっていうソフトがあるんで、あと、サウンドフラワーっていう2つソフトがあるんで、そのソフトを2つ使って、動画を撮影するんですが、決して僕は、あの、なんだっけ、名前はね、聞いたことある。でもね、いや、知ってるやつはいる。ニトロキャプチャーじゃなくて、ニセトロとか。違う。あれは、あれだ。エミュレーターだ。そう、エミュレーター。ではありません。だから、まあ、エミュレーターは合法って聞いてるけど、どうせカセットもゲームも大体揃えたからいいんだよね。言ってしまえばね、うち大学部室行けばね、ゲームなんてたくさんあるんだよ。先輩たちがあの任天堂のゲームは大体揃えちゃおうっていう話をしてたから、プレステとか Wii、ツーファミ、64、ゲームキューブ、まあ、その辺かなは物質に揃えちゃうぜっていう話してるんでね。これ時間が過ぎないのにね。あ、ごめんね、ちょっと話聞いてなかったから。聞いてたっけ？ごめん、無視してた。季節の移り変わりなんてどうでもいいことですわ。この子何が好きなんだっけ？ご飯あげてみる？あ、ありがとう。ちなみに、あ、いや、いいや。いや、あの、僕の大学言おうかなって一瞬思ったけど、言うほどのもんでもないからいいや。テオさんもお探ししてるのかい？銀子ちゃん、豆だね。でしょ？そうよね。ひょんなことから、この家を任されるって。だってあれでしょ、実際そんなね簡単に決められないよ。頼まれたからお金稼いでるんですって。実際そんな簡単にいかんからね、お金稼いでるんですってか、牧場を受け持ってるんですので、ねえ、逃げないって普通。俺だってあれだよ、頼まれたってできることできないことあるよ。よいしょ。お、冒険家の人。よ。おは、やっぱり朝食は元気なことちゃんと食べてるかい？まあ、ぼちぼち。うん。あ、俺ね、大学入って、食わんもんかなって思ったら、毎日食ってるよ、あの3食。まあ、夜中3時頃に食うもん食うことあるけど。お、なんか色変わってる。よし。トリュフより、この子は、そうだね。オレンジとかいいんだね。満月草とかあったら面白いんだけどね。ありがとう、悪いな。なんだろう、クールでいいよね、この子ね。買う。犬小屋、鶏小屋、動物小屋。3000円で作れるんだったらいいかな。このうち犬小屋から作ろうか。鶏小屋の方がいいのかな。まあでも鶏小屋ね、餌めんどくさい。で、病気になるといろいろとめんどくさい。覚えてるんだよ。覚えてるんだよ。
お、若いの早いな。でしょ。それいいんだ。とりあえず、なんかいろいろ、そこそこのものが売れるから、もったいないな。まあ、いや、行こう。アルバイトに来たのか。うちで忙しい仕事は木を斧で切って木材集めることなんだからやるかな。うん、こういうの好きなんですよ。なんか後ろにいたね、ちっちゃいのが。ここがその場所じゃ。ところでお前さん、斧の使い方か。うん、だったら話は早い。それではさ、すごい仕事の説明するかな。うん、あれね、わかってるよ。木を切って、たくさん頑張るっていう、あれ、違法。でね、こういうキノコとかもあるんだよ。で、しないんだよ。で、取るのはこういう斧。で、斧を、だいたいこの辺じゃないかな。いやね、たまにね、デザインがあるんだよ。記憶上だって俺めっちゃ怪我の記憶として記憶あるん。体力の限界まで頑張るんで。でここで時間が経たなきゃいけないけど、 2,3 時間かかったやつだよね、これね。よし。しかしな、この牧場のこの人イケメンだよね。一応僕は牧場物語に関しては、64だったかな。64と64かな。64がちょっとだけ記憶にある程度です。ちょっと昔の話なんで、もう覚えてないぐらいなんですけど、まあこんなこんなんであったんですよ。やったぐらいです。よしよし、あ、やったね。290だが300か、だいたいね。キノコは無理と確か。あー、いない。そうか、3時間経ってんのか。そうなんだよ。で、この場合は食べちゃった方が早い。青いゲージがなくなると死ぬんで、頑張んなきゃいけません。確か緑色のゲージだったっけ。風邪ひくの、病気なんの。頑張れば、彼は死にます。簡単に言っちゃうからね。よし。あら、金子さん、どちらへお出かけですか。何で回ったんだろう。なんかキャサリンみたいなことになったな。どちらへお出かけですか。よいしょ。確かあいつは虫が好きなんだよね。プロフィール見返したらね。で、ここのピンク色の人はお花が好き。ここプライベートルームじゃなかった。違った。怖いです、ハートが。ちなみにこんな感じで渡せます。まあちなみに買い取ってもらうこともできます。これかな。当たった。売る。あとフェアリードです。いいよね。なんかこうなんか高揚感があって。で、そうだね、いちごとか行ってみる。いちごアルファルファは畑で育てられる会話です。カレリーの会話で、少し長いですが、牛の鶏の餌に与えることができます。人参は、春に育てられて短い間、
ジャガイモは簡単、トマトは日数かかる、イチゴを育てられるのは春だけです。何回か収穫でき、お値はそこそこです。あ、売り値か、売り値そこそこです。しばらくすると枯れてしまいます。イチゴ育てようか。そうだね、1、2個で、めっちゃなんかカルシウムのあれあるから、あれナトリウムじゃなくて、カルシウム、カルシウムじゃねえや、なんだっけ、ミネラル、ミネラル結晶あるから、ミネラル結晶を、そうやね、これかを置くんだよね。だって一部2個育てられるから、で確かなんかね、いろいろあった気がするんだよ。でもう釣りできんから寝よう。だってやることもないでしょ。なんかある、草むしり、多分ないよね。あなたも見るとしたら女神様のとこに遊びに行くぐらい。うん、ちなみにちょっと必要最低限な、てかできることだけちょっと見ました、見ましたってかもう前思い出しました。あれなんだね、なんかいろいろ遊べるらしいね。遊べるってのはおかしいが、なんか馬に乗れるんだったね。そういえばパッと前の自分のデータちょっとやり直してみて分かったわ。2年しか住んでないからあんま変わんないんだけどね。鍵変わってる。あ、でなんかどっかになんか抜け道があったりね。釣りをする。何だっけ、この魚のやり方がよくわからん。あ、ザコだ。鹿。で確かあれなんだよね、魚って確か料理できるけど、調理多分あれによってね、調理台がないとできませんみたいな。あ、これもザコだ。で、お、来たか。まあ緑色のゲージがなくなったら死ぬってなぐらいで、それ以外に大したものはないか。よいしょ。よし。でかいね。にじます。で、ポンタ。ポンタ？タヌキ、タヌキ。確か、あそこに行けばいいんだよね。おぉ、お、元気、にゃ、この人は確か、金が好きだったね。金か、目を上げてみる、もらうかい。おぉ、ありがとう。こういうものはすごく助かるね。オールディアさん、いいね。昔ね、オールディアさんの様子はよく分かんなかった。で、今になると、よくわかる。すげえなんか惹かれる何かがあるよね。こう姉御肌だから引っ張ってくれそうな何かがあるよね。いいな。そろそろ20分だ。切らないといけないな。
いや、そうだね。この1日が終わったら切るか。で、確かこの辺ケムシがいて、ケムシやるとめっちゃ怒られるんだよね。じゃあ、メヒミ様のとこに行って遊びに行くぐらいかな。せやね。これたくさんあるし、これあげるか。おい、これでいいっしょ。ほら。よっ。お腹の音の時間はあるんだけど、せっかくだからお話ししましょう、話。男の女の顔が滑ってたってよく言うでしょ。私ね、あれって間違いじゃないと思うの。俺も間違いじゃないと思うよ。でも、ただ顔がかっこよければいいっていう人、ことじゃないの。顔ってその人の心が一番現れるところなのよ。その人がどんな考えを持っていて、どんな気持ちでどんな人生を歩んできたのか、私に対してどう思っているのか。中身は全部顔に似ているっていうことね。それも女の子なら一目あっただけで、大体2人以上から気をつけなさいね。あ、じゃあ大丈夫だ。俺イケメンだから。うん。なんだっけ、とりあえずあれか、一旦寝よう、寝て終わろう。よっ、そんなに僕と話がしてるのかい。でもね、こいつイケメンだけどなんか悪いやつっぽいよ。でもね、僕の仕事は時間でかけられ切られているんだ。君みたいにゆっくりしていられないぞ。俺は牧場経営者がいいんじゃねえぞ。かなり忙しいんだぞお前。僕はもう仕事悪いからね。これから帰って寝るところだ。おやすみ。じゃあおやすみ。いい夢を。むしろあいつ嫌いだな。よいしょ。あれ、牧場の農家さんは、あれは第一次産業、第二次産業、ね、どっちに入るんだっけ。第一次系、第一次に入るんだっけ。だから本当に辛いんですよ。だから朝もめっちゃ早く起きて、で雨の日はこう雨に当たりながらこう農作物がなら、あの、いろいろめちゃくちゃならないように気をつけたり、いろいろしてるんですよ。ちょっとだけ農業体験あるから分かるって。つってもその程度の農業体験だけどね。ね、虫と戦ったり今絶対できないけど、昔のあれだね、畑にいるなんか昆虫みたいな虫いたけど、あれは触れなかったね。触れなかった。で、ムカデは危ないって言われてたから、なんか子供ながら気持ち悪いっていうことがよく分かって、絶対触らなかった。おはようございます、おはようございますのことも、こんにちはのことも、こんばんはのことも、おはようトゥデイの時間です。暖かい季節になってきました。桜の花も各地で満開を迎えて、枯れお花見シーズンとなっています。それでは今日の一日頑張りましょう。もう一日終わってますがな。まあ俺はもう1時半だから、1時で1時10分か。日記会あえて、プロキャラクタープロフィール、ケリーだっけ、誰、ジーナさん、サラさん、サラさんね、この人は俺好きだよ。なんかこう引っ張ってくれそうじゃん。だし金髪ついてるとか似合いそうじゃん。で、ちょっとおへそ率偉いじゃん。金髪ついてるは今適当に考えたけど、みんなから頼られる姉御肌。あ、これ言ったっけ前。もう覚えてるんだよ、半年前だから。やべえなぁ。なんか働き方のことがある。ロックスター好きなの？チェスターと一緒に社外に来た女の子、チェスターと出会う前はかなり荒れた生活をしているのが今ではすっかり落ち着いている。へぇ、人は見かけによらないもんだなぁ。ふわっとってな、お前か。ポンタ好き。ポンタなんか、撫でたいよね。釣りと魚が大好きな、タヌキの妖怪。なぜか主人公だけはその姿を見ることができる。魚をあげると喜び、ジョエルのレシピを教えてくれる。
魚と魚料理が好きなんだね。ちなみに草好き？あ、だね。みんな草嫌いだね。なんで？草嫌いじゃねえ。いいやつ。お、ガキ。何歳この人？ちょっとあれか、僕時計とかしてるぐらいだから、それなりに年はあるか。ちょっとだけだろうけど。おお、あー、おじいさん。壁。はあ、新田隼人さんはあれだよね、あの男の人、バジル火山っていうの。バジルさんとこう植物観察は割と楽しそうって思う自分がいる。してみたいなと思ってしまった自分がいる。あ、ライナーさんはこうおっとりしてるからだよね。草と失敗より嫌いなんだ。花と犬とブルーベリー。ブルーベリー好きだったの？言ってくれるように。ティアちゃんは読書とブルーベリー。嫌いなのは雷と草。じゃあさ、来年の夜俺と一緒に遊ばね。守ってあげるよ。よし、寝るか。じゃあまあ今回の実況はここまで。26分する。日記をつけて寝る。どうだったでしょうか。牧場物語、芝浜とみんなの願い、佐藤牧場編。そうだね。これね、僕、これはよくわかんないんですよ。いいのかな、これで。まあいいや。大丈夫だろう。ということを願って今回はここまで。パート7の方は、あ、初見ようか、これ。じゃ、パート、これまでのパートとパート8の方もよろしくお願いします。この実況パート何十ぐらいまで続くんだろう。ゆっくり撮っていきたい、このゲーム動画なの。で、溜め撮りしたいな、たくさん。とりあえず撮り行こう。じゃあね、また見てください、お願いします。見てくれたらね、僕が喜びます。じゃあ。